自然の豊かさということなんですが、これはですね、私たちもう慣れすぎちゃってて、うわぁ、なんて自然が豊かなんだって日々感じないですよね。ましてや私みたいにね、もう都心に住んでるとですよ、まあ、コンクリートジャングルですからね、自然の豊かさということをですね、日々感じるなんてことはないわけですね。かといって、それは自然の豊かなところに住んでる人は、これ日常ですからね、うわあなんて豊かなんだってなかなか思わないと思います。ただ思うのは、私よくね、ほら、国内移動飛行機が多いんですけども、 羽田空港から飛行機で離陸するとしばらくは部屋ですけどもすぐ大森林ですよ日本列島って基本的に大森林に包まれていて広い部屋というと関東部屋と大阪部屋ぐらいですわあとはちょこちょこと都市があるけども基本的に日本列島って山,森,山森に包まれているんですよね日本料理を見たらですねこの日本の自然の豊かさというのはですね感じると思うんですけどもどういうことかと言いますと山の幸、海の幸さらに言えば野の幸、里の幸こういうものがありますよね日本料理屋さんに行くとです。 そういう山の幸海の幸野の幸里の幸そういうものをふんだんに使ったですね非常にバラエティー色のある日本料理を出してくれるところ多いですよねこれまずですね海の幸と山の幸が両方食べられるっていうのがすでに奇跡的なんですよこれ世界の常識を言うと海海ののののががああるる場場所所にに山山ははなないいんんでですすね例えばですよフランスで食べる日本料理って意外と大したことないじゃないですか日本料理屋さんに入るとお寿司もあり天ぷらも もありおそういう店が多かったわけですよねところがミシュランのね審査員が日本に来て日本料理食べたらまずびっくりしたのはもう専門分野に細かく分かれてるってわけですよ例えばフグ鍋の専門店とか鶏鍋の専門店鍋1つ取ったって素材ごとに専門店が分かれてるってわけですねそれから丼の専門店だって牛丼の専門店マグロ丼の専門店とかそんなに専門が分かれてるんですか寿司天分 ううどんだ、だそばだっていうね基本的なカテゴリーに分かれている時点でビビってますけどもこんなにね専門に分かれているとだってほらいつぞやネットで記事見てたらある天ぷら屋のご主人がですねインタビュー受け,受けてたんですけどもそのご主人がねこれまで人生において揚げた天ぷらで揚げたエビの本数が10万本だか100万本だか忘れましたけども俺ね100万本天ぷらエビ揚げたんだよって言われたらすごいじゃないですかそ <laughs> そらねそば、天ぷらうどん、ラーメンを全部 全部出しししてる日本料理店かか知らららない人から見たらですすねねそりびっくりしますよ、ね、じゃあ、例えば、フランスに行ったら、どうかって言ったら、フランス料理店があるだけなんですよ。中にはちょっと例外的にね、鴨料理が得意とか、ここのコンソメ美味しいとか、もちろんそういうのあるんですけども、総合的なフランス料理店があるだけなんですよね。いや、もちろん日本料理店もありますけど、それ以外に専門がこんなに分かれてるっていうのは、ミシュランの審査員が見て、マジでビビったんですから。これもですね、日本人の創意工夫、職人技もさることながら、 やっぱこのね、自然環境でどんな食材だって日本列島で調達できちゃうというね、それでいて質が高いという、やっぱこの自然環境の凄さというのはですね、もうピカイチだということですね。これは日本の宝ですよ。今ちょっと香港混乱してますけど、香港のお金持ちはね、スーパーに行ったら日本製の野菜しか買わないっていうお金持ちもいるらしいんですね。そら、中国製と比べたら日本製は遠くからね、空輸しますから、特に船で持ってきたら全部落ちちゃいますからね、野菜なんか全部空輸ですからね、それは高いもんですよ。 でもやっぱ日本製の野菜が食べたいっていうねもう熱烈な日本野菜のファンが香港にたくさんいるというね話を聞いたことがありますですからそのただ自然豊かだね森がある川があるすごい落ち着くみたいなそういう鑑賞に浸るような話だけではなくてまず日本に旅行する魅力日本でご飯を食べる魅力日本人が作る野菜の魅力とか日本人がとった魚の魅力とか言い始めるとこれはですねもう日本の経済とか文化とかにも直結するんですよねですから意外と忘れて てるんですけど日本の自然環境の凄さというのはもう他ではないもう唯一絶対のですね価値があるそれほどの私たちはですね宝を持ってるんだというねこれがですねあります武田つにあすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。